1年半ぶりの空港ですよ。朝だから何もやってないけど、ダンキンドーナツは朝からやってますね。うわ、朝焼けがめっちゃ綺麗ですね。サンフランシスコに無事到着しました。なんか草間彌生のオブジェクトみたいな。草間彌生だったよ。あ、草間彌生だ。レンタカーを借りました、はい、今日の車は何ですか。今日の車見てこれ、何シボレー。乗ったことない、乗ったことないけどあれがなんか海だ、海、もしかしたら海、風や海だぜ。1年半ぶりの海、1年半ぶりの海ね、すごい都会だわやっぱり。無地だ、無印良品、無地が麺屋金丸。ちょっとなんかすげえ日本語書いてあるし、へえー、すごいね。じゃあ本当に日本のラーメン屋だ。冷やし中華もあります。冷やし中華、はい、この裏にですね、カレーライスも。あ、カレーだ、いいね。でも自分ラーメンがいいかな。あ、ほらお弁当とかもあるよ。なんかそれでもいい、ラーメンがいい。唐揚げ超うまそう。ラーメン舐めてみる。おいしいでしょ。おー、やばいこれ。これ何ソース、何ソース、五穀米、すごいおしゃれだねこれ。ね、これ何ソース。とんかつ定食、おいしそう。ピラココット、マシ、ほんと絶対うまい。これ見ただけでわかる。どっちがブラックペッパー入ってる。あ、こっちがブラックペッパー入ってる、こっちは入ってない。あ、出てるよ。あ、ね、まずナルトから。あ、もう日本のラーメンの味がする。ほうれん草乗ってる、ほうれん草いいよ。ちょっとこのスープ飲んでみ。日本のラーメンの味、なんだろうかな、わかるわかる、だしのこの魚介のだしの味がね。あ、これうまいよ。どうだ、めちゃうまいよな。食べるの止まんない。これはうまいわ。とんかつもおいしい。美味しかったですね。ここはおすすめしたい、本当に。ラーメン、麺屋金丸、麺屋金丸です。おすすめ、ここは美味しい。日本語も使えます。建物がみんなおしゃれで、なんか知らないけど、多分めちゃくちゃ高い、めちゃ高いんだよね。めちゃくちゃでしょ、もう本当に。まさひろに船で、うん、仕事に行く人が船を使ってここで走ったけど、うん、で、でも何分ぐらいかかるから、うん、この橋を作ったんだって。ゴールデンブリッジの、観光センターっていうか、これ今ゴールデンブリッジのたもとに来てます。なんと駐車場が2 hour free for today only、 ラッキー、やった。学校でゴールデンゲートブリッジの話をちゃんと聞いたんだよね、うん、先生が教えてもらったのね。そうか、そういうことか。私たちより一番最初さ、名前聞いてさ、金の橋なんだ。金の橋？あ、ゴールデンだから。ゲートブリッジの、そう、ワイヤーなんだよこれ。そう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 。うわ、何本？これ4200フィート近かった。え、なん？わかんないけど、とにかくすごいんだよこの耐久力が。すげえ。そう、ちょっとね橋の上を歩いてみようと思います。20年前でまだ。これが、この橋が50年前に作られたってのはすごいと思わない？すごいね。で、どうだ、下も綺麗ね。ゴールデンゲートブリッジ、おー、すごい、超長めいんだけど、見てこれすごいオレンジジュースどう？そのオレンジジュースめちゃくちゃうまいね。オレンジの味、本当にオレンジの味がするね。絞ったオレンジ。自分の抹茶ラテ、これ抹茶をちゃんと煎じて入れてくれた。お土産を買いました。ね、言いたいけどこれね、自転車のね、気づいたんだけど19ドルって書いてある。19ドル高いまあお土産なんですよね。何これ、テープカップ、うん、ディアー39。ディズニーランドみたい。
逆なんだよね、こっちが本物なんだよ。フルーツと、うん、フルーツ、チョコレート屋さん。え、違うの、何これ。何これ、でかいんだけど。マジックショップ、やば。ヤマハだよ、だってスクーターを見ないもんね、ミネストはね。ない。だからスクーターってないんじゃないかな。なくはないんだけど、乗る人がいないんだろうね。うん、お、自転車、こんなとこ登ってる人もいますよ。死亡できるらしい。やばー、すごいんだけど。すごいわこれ、すごい。サンフランシスコ一望なんですけど、ね、はい、ピースして。はい、どうかな。はい、はい。おー、なかなかいいよ。シリコンバレーでご飯を食べに行くんですが、なんと日本にいた頃に大変お世話になっていた方が昨年アメリカに来て、その人と連絡取ったら、なんとぜひ会いましょうということに急遽昨日なり会いに行くことになりました。イエーイ。自分も超嬉しいんだけど、しかもシリコンバレーでバリバリか活躍してるんだと。美味しい日本の居酒屋のレストランを探してくれて、予約してくれたっていうんで、もう本当に着きました。居酒屋、全然本当ありがとうございます。冷たい焼き鳥ですよ、焼き鳥、うん、焼き鳥だ。しかもアスパラガスの嬉しい居酒屋なんです。もうここだけ見たらもう日本だよね、これね、もうね。もうなんかちょっとどうしよう、もうなんか大興奮中なんだけど。いや、これだ、これが焼き鳥だ焼き鳥1年半ぶり以上だね、もうね。焼き鳥なんですね。もうな、まさに日本のカツカレーですね、これも、うん、すごい黒人豚がついてる、黒人豚がついてるもう日本、もう絶対ミネソタじゃ食べられない、絶対食べられない。もう、来よう、もう、うわ、あっ、あっ、あっ、すごい。